アルファゲルに新シリーズ出たの知ってる？マジ？なんていうやつ？アルファゲルスイッチ。うおー、ついにアルファゲルもゲーム化するんか。いや、そうじゃなくて、マリオカートスプラトゥーンも好きやけど、アルファゲルもなんか面白そうやな。いや、だから、ちなみにマリオカートって何使うん？あ、もう結構でーす。はい、どうもこんにちは。もともと TV の元でいいです。ということで、今回はですね、三菱鉛筆のアルファゲルから新シリーズが登場ということで、早速買ってきました。こちら、ユニアルファゲルスイッチでございます。僕は今回オレンジを購入してきたんですけども、早速詳細の方から発表していきます。ユニから登場した新しいシャーペンアルファゲルスイッチ、2月10日水曜日から発売が開始されております。芯径は 0.5mm、 本体価格は1000円プラス税。カラーラインナップは全4色なんですけども、通常カラーがブラックとネイビー、限定色でオリーブとオレンジが用意されております。その4色の中から僕は今回オレンジを選んできました。店頭で全4色見てきたんですけども、個人的にはネイビーとこのオレンジが一押しですね。全てブラックとの組み合わせになるんですけども、ネイビーとオレンジがね、結構ブラックとの組み合わせ相性いいかなっていう感じで良かったですね。まあ、つべこべ言わず早速開封の方からしていきましょう。忘れてました。その前にパッケージですね。まずパッケージ見ていきましょう。ここにね、アルファゲルの G の文字がありますね。これちょっと面白いですね。で、集中力が続く。で、後でもね、説明するんですけども、選べる2モードということで、裏には選べる2モードの詳しい説明なんかが書いております。ということで、改めて、ここから開けてくださいということで、パカッといけるんかな？いや、これあるあるやん。こういうの良くなるよね。はい、こちらがアルファゲルスイッチ本体となります。持ってみた感想はめちゃめちゃ軽いです。近くでデザインを見ていきましょう。ブラックとオレンジの組み合わせが非常に良くていいですね。こちらは独特のアルファゲルグリップ、これはね、固めが採用されております。チープ感がね、あまり感じられない程よいおもちゃ感みたいな感じで、僕はこの質感デザインといいアルファゲルスイッチ好きですね。さあ、今回のシャーペンの一番の特徴、選べる2モードということで、芯が回って尖り続けるクルトガモードと、こちらクリップをカチャッとすると安定した筆記感のホールドモードという使用シーンによっての切り替えができます。わかりやすく言うと、ここのロゴが見えてる時はクルトガモード、ロゴを隠すとホールドモードになるといった仕様です。製品名のロゴを隠してしまうというのはなかなか斬新ですよね。ただこのホールドモード時のデザインもまあ悪くはないですね。モード切り替え時のここのクリップね、非常にスムーズに動くので、軽い力でもね、さっさとモードを切り替えることができます。それでは早速この2つのモードを使って試し書きの方をしていきましょう。さあ、まずは芯が尖って回り続けるクルトガモードからいきます。ここにね、若干穴があると思うんですけども、これがね、今透明なんですけども、これがオレンジ透明、オレンジ透明みたいな感じで回っているのが、ここの穴から見てわかるような仕様となっております。それでは書いていきましょう。はい、こんな感じで書いてみました。もうクルトガモードね、もう名の通りクルトガそのものの書き味です。クルトガのあの尖り続ける感覚が好きという方には非常に向いてるかなと思います。一定の細さ一定の濃さでノート綺麗に取りたいよといった方はこのクルトガモード向きですね。続いてこちらのホールドモードで書いてみましょう。こちらは安定した筆記感を楽しめるとのことです。
はい、こんな感じでホールドモードも書いてみました。僕はこっちの方が好きですね。さっきクルトガモードで書いた時はね、ペン先のぐらつき、ちょっとガタつきなんかが気になった部分あったんですけども、こっちはめちゃめちゃガッチリホールドされて安定した筆記ができます。この2つのモードをね、クリップ1つで使い分けれるのは非常にいいかなと思います。本体軽くてグリップも非常に持ちやすいので、長時間筆記にも向いてるかなと思います。はい、ということで今回は三菱鉛筆から登場ユニアルファゲルスイッチについて紹介しました。個人的な感想で言うと、学生にめちゃめちゃいいかなと思います。それこそアルファゲル好き、クルトガ好きにはもってこいの商品かなと思います。まあ、僕が中高生とかの時にね、このシャーペン学校に持って行ってたら、例えば教科ごとにねモード切り替えたりとか、どれだけ勉強するかの量によってモード使い分けたりとか、もうこのクリップ一つでね、モードがサッと切り替えられるので、これは非常にいいかなと思います。ぜひ気になった方はチェックしてみてください。こんな感じの文房具動画また見たいよという方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それではね、また次回のもともと TV でお会いしましょう。